がとっても可愛いよね。おお、絵柄がね、これ違うんですね。そんでね、そんでね、今回はね、ちいかわラーメンを作ってみるので、まずね、ちいかわの顔を作っていきます。ちいかわの顔をよーく見ながら、まっぺんに爪楊枝で、こんな感じでね、輪郭を描いていきます。うん、そしたらね、慎重にデザインナイフで切り抜いていきます。どうかな？ちょっと微妙かな？顔のパーツには糊を使って、まずね、お目目でしょ？これが口でね、あと眉毛もね、ほっぺはハムを切り抜いて、いよいよ、